さて平賀さん、はい、今後の予定終わりですか。今後の予定は夜ドンですかね。あ、予定ね、予定ないんですよね。ありますね。全部延期。じゃあ私代わりに言いますね。まず9月29日水曜日にですね、はい、ネスピーのですね、そうそうそう、そうそう、あれ、頭ぶつけた、あれあれ、そうそう、はい、なんとですね、はい、前回は2枚組だったんですよね、はい、ベストタイムズ夕暮れ時々寂しそうって言ってね、はい、9月29日にその続編というか完結編ですね。前回はこう夕暮れタイム中心の曲をで選曲したんですけど、はい、今回は夜から朝方にかけて、ほら、スターダストタイムズ、お、ね、巡り合い時々すべてを超えてで、はい、2枚組に今回は天野くんが NSP 時代から他のアーティストに結構曲を提供していたので、はい、そうですよね。それの中からだって全部で100曲以上あるんだから、ね、うわ、その中から俺が天野と会話した中でこう思い出に残っている曲を18曲、はい、だから山口百恵さんの曲とかも入ってるし、もちろん同じキャニオンレコードの石川ひとみちゃんとか、はい、堀内恵美ちゃんの曲とかも入ってるんだけど、はいはい、まあ、それを1枚にまとめたやつを3枚組で出すことになりました。しい、ぜひこの CD はどちらで、あらポニーキャニオンの、はい、ポニーキャニオンショッピングクラブっていう、まあ、通販というかあの限定商品になるので、はい、またそちらの、ね、ホームページかなんかを検索して、はいはい、求めていただければ、はい、と思います。見つめてあなたの日吸うのも苦しいほどに僕の胸が狭くなって、あなたを思う心だけで僕の胸がいっぱいになる。息を吸うのも苦しいほどに僕の胸が狭くなって、あなたを思う心だけで僕の胸がいっぱいになる。情熱を注ぐのは何でもいいし、どれもこれもが一つの青春で、僕もこうしてギターを持ってラブソングを口ずつ
旅の良さが